吉田健流から1943年1月4日は、明治時代から昭和初期にかけての日本の教育者。続籍は、石川県平民。新州東京中学校、旧西千葉中学校校長、第七高等学校増資官官長、広島高等師範学校、広島分理科大学校長、初代学長、旧西修道中学校校長を歴任した。 石川県生まれ、吉田義介の次男、京都府立尋常中学、第三高等中学を経て1897年、東京帝国大学文科大学哲学科を卒業。卒業後直ちに東京新州中学の主幹研教授となり、1900年から3年間校長も務めた。その後、早稲田大学の講師を務め、1907年には千葉中学校の校長になった。 1914年7校の事務取り扱いを命ぜられ、1915年4月14日には館長に就任した。1927年に広島文理科大学創立委員を移植されると、1929年に広島高等師範学校校長を兼任のまま、広島文理科大学所大学長に就任。翌1930年3月には、 昭和天皇に3回にわたってご進行を行った。1934年6月文理科大学長を退任。その後、おさむ道中学校の校長を務める。1935年、広島文理科大学名誉教授。1943年1月4日に死去。去年72。同郷の泉教科とは親友であり。1903年に。 目合わすずとの結婚の際には、結婚資金を苦面するなど支援している。また、教科の代表作、高野清は、吉田健流のひだ声の体験談を元にしていると言われている。1930年、文家。石川県在籍、住所は広島市西白島町、趣味は洋曲、宗教は新州、吉田健流、ありがとうございます。